この番組はホンダカーズに生きた鈴鹿未来、日照、フローラ、ものづくりの情熱を技術で支えるベステックス競泳の提供でお送りします。背番号25番、夏バテ知らずのリンです。背番号2番、夏バテ気味のナナです。せーの、9月のバイオレットニュースって何かある？国体東海ブロック予選があるんです。あったんです。そうなんです。この収録は8月末に行っているので、今の時点ではまだ出場が決まってないんです。でも私たちなら大丈夫っしょ。他にバイオレットの情報何かある？あ、誕生日の人がいるよ。誰？ユキさんとヨウさん。ユキさん何日？28日。ヨウさんは29日。1日違い。しかもヨウさん肉の日じゃん。だからお父さんステーキ屋さんなんだ。なるほどね。なわけないでしょ。ということで今月も元気に、ちょもうちょっとだけということで今月も元気に行ってみよう。スーパーゲストドーン。イエーイ。今日のゲストは背番号は末広がり8、ヨウです。ということで今日はヨウさんに来てもらったので、ヨウさんに何か聞きたいことある人？特に何もない。ちょっと待って、二人とも裏で私に聞きたいことは言ってたじゃない。え、チャームポイントでしょ、聞きたいこと。私の3つチャームポイント教えてあげる。じゃあしょうがないから聞いてあげる。まず1つ目、かわいい。2つ目、スタイルがいい。3つ目、1年半前から二重。わかりました。ありがとうございました。じゃあ、しょうがないから、3つ目の話だけ掘り下げてみよっか。よくぞ聞いてくれました。なんと、この超かわいい二重、100円ショップのパンソングでできているのです。その二重どうやって作ってるんですか？この作り方、一重の方必見ですよ。絆創膏のガーゼの部分以外をハサミで細く切って毎朝ピンセットで貼ってます。朝から本当に大変ですね。ご苦労様です。ま、私たち必要ないですけどね。じゃあ次の話題いきます。今年の夏何か思い出ありますか？はーい、8体行きました。私も。2人で行ったんですか？一緒に行ったよね。また仲間外れのやつだ。でも二人ともバイク乗りだもんね。あの楽しさはバイク乗りしかわからないからね。じゃあリンは今年の夏何かした？私ハンドボードしかしてない。ダメだよ、2019年だっちゃ。なんで笑ってんの？ダメだよ、2019年夏の一度きりなんだよ。私の夏まだ終わってないもん。鈴鹿元気花火行くもん。私も行くよ。私も行きます。全員行くじゃん。楽しみだよ。ねえ。またくだらない話してしまったけど、まあ一応ヨウさんの今シーズンの目標聞いときますか。今シーズンの目標は1月の開幕に向けてリハビリ頑張ります。え、怪我してたの？ちょっとちょっと。以上、スーパーゲストトークでした。バイバイ。働くハンドボールガール。背番号4番、天です。鈴鹿市桜島町にある株式会社第一不動産販売で働いています。第一不動産販売は不動産の売買を通じてお客様や地域の皆様との結びつきを大切にし、地域に根ざした企業活動を行っています。私は総務調査部に所属しています。お客様の受付対応やイラストレーターを使って物件資料の作成をしたり、管理している物件のメンテナンスを行っています。
実は草むしり担当もしています。ここは D サロンです。顧客の皆様にご利用いただいています。ここは喫茶コーナーです。おいしい。奥にはトレーニングルームもあるんですよ。ここが休憩室です。お昼休みはここでリラックスしていますねー。イエーイ。弊社はお客様に満足していただくために常に新しいことに挑戦をしています。そして鈴鹿から日本一に挑戦している三重バイオレットアイリスを全力で応援していきます。塩田さん頑張れ。仕事もハンドウォールも気合を入れて頑張ります。応援よろしくお願いします。ピックアッププレイヤー背番号11ダン・レイナ、埼玉県三郷市出身。昨シーズンルーキーイヤーから攻撃の要としてプレー面でもキャラクター面でも抜群の存在感を発揮。本職は左サイドながら右サイドでも大活躍。スピード感ある速攻と多彩なシュートが持ち味。ボールを奪ってからの速攻はまるで忍者。小さな体にもかかわらずコート上では目立つプレーが多く、華のあるプレーでファンの人気も高い。弾丸のような速さから弾丸レイと呼ばれることも。昨シーズンの日本リーグでは女王北国銀行に対して3試合で16得点とチームトップ。強い相手ほど燃えるタイプの弾丸レイ。そしてチームで 1-2 を争う負けん気の強さ。とにかく1本でも多くシュートを打ちたい。その気持ちがプレーにも表情にも見て取れる。弾丸レイの魅力は目を離すと見失ってしまうほどの速さ。シュートを決めた後力強いガッツポーズ、そしてビッグスマイル。得意の速攻でいっぱい点を取ります。応援お願いします。入団2年目のシーズン、日本リーグトップクラスのスピードを誇るダン・レイナのプレーを見逃すな。ここでプレゼントのお知らせです。新しくなったクリアファイルにそれぞれのサインを入れて3名の皆様にプレゼントします。ご応募はこちらまで。しばらく公式戦がないので皆さんバイオレットロスになってませんか？なってるなってる。ここで練習見学のお知らせです。事前に事務局にご連絡をいただければいつでも練習見学可能です。詳しくはホームページをご覧ください。それでは皆さん、バイバイオレット。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。